はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安室でございます。白血病と予防生活の木林で自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこの安室チャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。人工血液ということでね、今朝のニュースではね、僕は目が覚めました。なんと人工血液がですね、実験に成功したとニュースで流れたんですよ。いや、もうすごいですね、本当にめっちゃすごいことです。でね、ニュースの記事はね、こんな内容でしたね。防衛医大などは、大量出血した負傷者をね、救命する人工血液を開発したと。ウサギの実験で成功した。人工血液を素早く輸血できれば、大怪我による死者を減らすという論文をアメリカ輸血学誌に発表した。いや、これまでの輸血というのはね、患者さんの血液型をちゃんと調べて、それぞれあった血液を輸血しないといけなかったんですが、なんと今回実験に成功した人工血液というのはですね、血液型を問わないようです。血液型なんか関係ないようですよ。朝日新聞のデジタル記事にはね、こう書いてましたね。常温で1年以上保存できて、血液型を問わない。このため、実用化されれば、病院に着く前に事故現場で輸血でき、救命率が上がる。研究チームの木下学防衛医大准教授は、離島など十分に血液を準備できない地域もある。人工血液でこれまで救えなかった命を救えると話している。いやー、ほんますごいですよね。まあ、ね、血液のお話、まあ、献血のお話をねしてますけど、いつも、まあ、そんな時にですよ、人工血液はまだないってこう言ってたのが、もうすぐ出来上がりそうになるってことですよね。こう現実ですよ、これ。ほんまありがたい。まあ、でもだからといって献血の制度というか、献血そのものがね、なくなるわけではないと思うんです、僕は。でもそれは人工血液が天然の血液を超えた時ですよね。まあ、そんな時代が来るかどうか分かりませんけども、まあね、例えば京都大学の山中教授のね、 iPS 細胞、多機能性幹細胞によって、ね、いろんな臓器が作られてね、まあ、そのうち人間そのものが出来上がってしまえば、まあ、そこに人工血液がね使われたら、もうAI どころの問題じゃなくなりますよね、ほんまにね。まあ、っていうか、まあ、考え出した気ないんですけど、まあ、このような素晴らしい技術はね、やっぱり医療に使われるべきだと思うので、これからも世界の人々の命のために生かしていただきたいと思っております。はい、まあ、今日はねこんな感じでね、まあ、このように感じられるようになったのも、このようにお伝えできるのも、皆様にご協力してもらっているおかげで生かせてもらっているからだと思います。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんは助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がねいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。